サバマキラー等若又ビル・ロビンソン、アブドラ・ダ・ブッチャー、ハーリー・レイス、スタン・ハンセン、長州力、こういった選手らが過去の栄光のチャンピオン、そして今夜13年の歴史にまた新たにニューチャンピオンが決定するのです。両選手の紹介であります。非常によく似合います。是が非でも黄金のベルトを取ってもらいたい、そういう感じがいたします。今夜の横浜文化体育館、母校日大のアメリカンフットボール部、篠竹監督以下200人の部員がこの戦況を見つめています。さあボディチェックも非常に入念であります。いよいよ待ったなし横浜決戦、輪島が燃えればハンセンも燃える、そしてファンも燃焼する最高のゴールデンカード。ご覧いただきましたように新潟第一ラウンド初顔合わせ、輪島選手が終始攻め込んでハンセンの壁にあと一歩まで迫りました。さあ今ゴングが鳴ったんでありますが、ゴングの前に両者別れ際思いってボディスラム、輪島が一発、スタンハンセンに先制攻撃。さあこれで山田さん流れが一気に変わってしまうかもしれませんね。そうですね、非常に積極策を取ってますね、はい、先手必勝、言わずもがな、いい先制攻撃を打ちました輪島博史であります。新潟の第一ラウンドの初顔合わせ12分36秒、両者リングアウトの引き分け。さあ輪島が攻めた、輪島が攻めた、前に出るチョップだ、今度はとどまった、スタンハンセン猛烈な右のアッパーカット、今度は輪島が押しまくってコーナーに追い詰めました。新潟大会は輪島の積極的な左封じ作戦、それから最後場外でのウエスタンラリアット不発弾、そして輪島選手自らエプロンを蹴っての自爆殺作戦。馬場さん、新潟決戦は勝てないまでも引き分けにもつれ込んだ輪島博史の作戦、見事に功を奏したんじゃないでしょうか。そうですね、よくね、輪島はね、この喧嘩ファイトには非常に強いんですよね、はいはい、まあスタートした時にはねレスリングを教えたんですけども、はい、そういうものよりもその喧嘩ファイトの方が得意なんですよね、ですからハンセンにレスリングに持ち込まれた時にどう答えるかね、はい、そこは見ものだと思うんですが、そうですか、最後までね喧嘩ファイトで行った場合にはね輪島にもチャンスあると思うんですね。なるほど、ベルトのチャンスがあると断言する放送席師匠ジャイアント馬場さん。さあ両者がリング上の中央で手4つの体勢、まず蹴りを浴びせました、キックを浴びせて厚い胸板にチョップ、さあ相手を抱き起こして猛烈チョップ、スタンハンセン輪島の上半身を狙っているが、このスピード、さあ輪島が今度はカウンターのエルボーだ、さあ転げ回るスタンハンセン、おっと一旦場外にエスケープ、輪島が追う、輪島が積極的に追う、場外でのこのものすごい迫力の、すごいすごいこの空手をご覧ください。輪島が全て打ち勝っていますが、今度は反対に力で、おっと輪島がまた力で盛り返した、鉄柵に思い切ってスタンハンセンを打ちつけて、さあ素早く輪島の方は先に入りました。リングの底で転げ回るスタンハンセン、いい立ち上がりだ、暴れまくるスタンハンセン、さあいいペースを取りました。今夜の輪島であります、馬場さん、新潟決戦の時にはハンセン戦で何か一つ盗んでこいと言明したようですけれども、新潟大会では輪島何を盗んだんでしょうね。まあね、そのやっぱりハンセンのね、はい、思ったよりもハンセンがスタミナがあるということを本人がびっくりしてましたからね、はい、そのスタミナの勝負なんていうことはね、もう考えずにね、はい、こういう技でね、攻めまくらなきゃダメですね。あ、そうですか。あの新潟大会の時にはハンセンがとても疲れたような表情をしてましたけれども、そういう風な隙を見せた時こそもっともっと攻めるべきだとジャイアント馬場さん言ってましたね。そうです、そうです、さあ今度はいい攻撃ですね、山田さん。そうですね、特にね、ハンセンを場外に放り出して、戻り方が実にスピーディーですね。そうですね、いち早くリングに戻ってる、はい、これはやっぱり勝とうという意欲でしょうね。そうですね、レアハグがまだ効いています。
さあスターハンセンがコーナーに押しまくられました。ロープを背負うシーンが非常に多い。さあ輪島がまたベアハッグ、いい攻撃だ。輪島の5体に力がみなぎっている。今度は手を取って大きくロープに投げて、もう一回ベアハッグだ。この PWF のヘビー級王座決定戦は4月の17日鹿児島大会で PWF 本部の命令通りハンセン対ドリーファンクジュニア戦で始まりました。その試合は引き分けの後ドリーが愛弟子輪島に権利を譲りまして新潟決戦、そして今夜の横浜決戦にもつれ込んだわけでございます。輪島選手は今夜横浜の文化体育館に一番乗り、昼間は外人墓地、それから港の見える公園を散策、作戦を練り上げました。輪島は恩師ドリーファンクジュニアに報いるためにも根性のファイト、8ヶ月のキャリアの集大成を今夜全て見せなければなりません。ちょっと戦況が変わってまいりました。まあそれにしましても馬場さん、1年前の4月の18日馬場さんと共に初めてアメリカに渡ったんでしたね。そうですね、えあっという間に1年が過ぎてしまいましたけれども、まあその時初めて見た試合がこのスタンハンセンの勝負ね。えこの1年後にスタンハンセンと勝負ができるとは、本当によく成長しています。輪島、また輪島がペースを取っていきます。いい攻撃に出てまいりました。山田さん、非常に今夜冷静ですね。そうですね、それと私感心するのはね、はい、黄金の左ではなくて右の先制パンチがたくさん出てますね、はい、これは素晴らしいじゃないですか。そうですか、今度は後ろから攻めます。後ろからの、まあ、いわゆる貫抜きでありますが、今度は正面を向けました。ベアハグ攻撃が非常に功を奏しています。さあ輪島がペースを取っているぞ。スタンハンセンらしからぬいわゆるディフェンス面でありますが、今のところ馬場さん完全に輪島ペースと見ていいですか。いやそうです、はい、ペースはもう輪島のもんですけどもね、ただこれで弱ってるとは本人考えちゃいけないですね。あそうですか。さあ正面から今度は軽く左のラリアット気味の今左の腕を出しました。そろそろ黄金の左を出してまいりますか。今日はあまり意識的には左封じ作戦を見せておりません。さあまた場外の勝負に出てまいりました輪島博史であります。今夜の輪島の作戦は果たして何でありましょうか。先手必勝で早いチャンスに輪島18番を出すことができるか、それともベルトに執着して闇雲に攻め込んで勝ちだけを狙っていくのか。 PWF のルールというのはどんな勝ち方でもベルト移動のルールでございます。山田さん、究極的には勝てばいいんですよね。そうですね、勝てばいいんですね、まあ、ルールの上ではそういうことになってますから、はい、おっと輪島のバックドロップだ。勝てば第12代 PWF ヘビー級の王者が誕生いたします。さあ輪島にも勝ち目が出てまいりました。スタンハンセンは第8代第10代の PWF ヘビー級チャンピオン、今夜返り咲けばおよそ1年8日ぶりにタイトル奪還ということになります。しかしまだまだ本格的なウエスタンラリアットは温存しています。さあロープをうまく使うようになりました。またまた2位攻撃でございます。新潟大会でも馬場さん、この2位攻撃には相当輪島苦しんでましたね。そうですね、ですからね、輪島もまだ今1に2つね3つ技を出しましたけどもね、はい、続けていかなきゃいけないですよね。そうですね、このシリーズのテーマでありました攻守の切り替えを忘れるな輪島、当たって砕けるの精神を忘れるな、ショルダースルーで投げた、守るだけでは勝負にならない。さあまたスタンハンセンをリングの中央に寝かせました。いい攻撃を見せています。そろそろ山田さん、左封じ作戦、あそして足を狙ってまいりましたね。おっと肩逆エビ固めだ。そして肩逆エビ固めから恩師ドリーに習いましたスピニングトーホールでの切り替え、そしてまだまだ未公開ではありますが足4の字固めへのつなぎ、すべて輪島は体で覚え込んでいます。本邦初公開の足4の字が今夜出るかどうか。さあいい攻撃を相変わらず見せている輪島博史、ちょっとスタンハンセンの山田さん眼色ですけれども相当くたびれてますね。ただね、今の肩エビがね、はい、カチンとは決まってないですね、はい、腰が降りてないですからね。そうですか、馬場さん、この表情なんですけども、この表情に騙されちゃいけないわけですか。まだね、ハンセンはね、ハンセンの技一つも出してませんからね、はいはい、こんなわけないんですよね。そうですか、ですからこの輪島がね、攻めていった時にね、自分の防御を忘れないようにね、
それをその守りを心に入れて攻めていなきゃいけないですね。わかりました。さあそろそろスタンハンセン足を出してまいりました。ちょっと腰のあたりを痛めてはいりますが、これまたポーズかもしれません。騙されてはいけない。あくまでも冷静に、冷静沈着に。さあ浴びせ倒した、浴びせ倒した。輪島が勝てば12代 BWFB 級のチャンピオンだが、まあ、元横綱輪島にとりましては砂に変わるものはやはりもちろんチャンピオンベルトでありましょう。天才輪島の超スピード出世、プロレスの世界でもタイトル奪取を願っているファンは大勢います。ふるさと七尾でもファンは待っています。ふるさと七尾は今春が真っ盛り、輪島がベルトを巻いて錦を飾ることを心待ちにしています。さあ輪島が一旦ラフプレーに出ました。椅子を持ってスタンハンセンの背中に一撃を加えてサッと上がるんです。この戦法、いわゆる山田さんボクシングで言いますとヒッタンダウミー戦法ですね。そうですね、しかしあそこでねハンセンがどういう気持ちでね、はい、ああいう隙を見せたかですね、はい、さあスタンハンセンのそばにはパートナーのテッド・デビアスがいます。ちょっとスタンハンセン危うしと見ましたが、パートナーのテッド・デビアスが出てまいりました。さあ輪島押せ押せムード、コブラツイスト密着プレー、もっと絞れ、絞り上げろ、絞り上げろ、栄光のベルトは目前だ。あっとすくい投げ、すくい投げで取られます。スタンハンセンもただものではありません。 AWA の世界のベルトを1年半守りました。そして確固たる世界の位置を確立しています。スタンハンセン過去いろいろと死闘を演じてまいりました。超大物を倒してまいりました。こんなことではまいりません。8ヶ月の輪島に負けてたまるか、これがスタンハンセンの本音でありましょう。しかし輪島が予想以上に頑張っている。エルボーで一発返しました。しかしちょっとバランスが崩れます。馬場さん、もう一度伺いますが、スタンハンセンは本当に疲れてないんですか？いや、疲れてはいますけどね、はい、疲れてはいますけども、我々が見たような見た表情、そういう面からね、はい、本当に疲れてるとは思っちゃいけないって言うんですよね。あ、そうですか、そうですか。しかし山田さん、今日はちょっと足がもつれますね、ハンセン。しかしね、新潟ではラリアット失敗してますからね。そうなんですね、今日は狙ってるでしょう。はい、さあドロップキックだ。なんか外しましたね、ドロップキックもうまく外した。間一発外した。さあ今守りに出てますけれども、攻守の切り替えを早くしろ。さあ今度はエルボーガン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 、おっとワンダース攻撃を狙っているようだ。今2連発言いました。スピード出てきましたね、出てきましたね。やはり解説ジャイアント馬場さんの言う通り、ここで一気に逆転か。逆転を狙います。スタンハンセン、やはり試合巧者、客戦連磨だ、客戦連磨だ。さあウエスタンラリアットのポーズ、横浜のお客さん浜っ子が喜び声を上げました。さあウエスタンラリアット、あっと空振り、うまく防いだ。さあおっとスモータックル、輪島が勝った。スモータックルで輪島が勝った。抑え込んだ、抑え込んだ、抑え込んだ。カウント3までは入りません。さあ輪島、さあ輪島ハンセン大ピンチに立ちました。さあ今度はゴールデンアームボンバーから二段式首折り、これは決まったがボロボカバーに行くことはできません。完璧に今ハンセンが逃げましたかね。とうとう18番を打って出ました輪島博史であります。ゴールデンギロチンネックブリーカードロップ、あの後ホールに行けなかったのは非常に残念。さあさあ釘付けにしたが、今度は輪島の左舞台の形正面激突、青い鉄柱。さすがに冷静沈着スタンハンセン、リングの外あくまでも冷静でありますスタンハンセン。やはり AWA の世界を取ってから試合運びが抜群に上手くなってまいりました。輪島にも馬場さん、まだまだ勝ち目はあるんじゃないですか。さあ上がれ、這い上がれ、這い上がれ。 PWF ルールですので、どんな勝ち方でもニューチャンピオンが誕生することになります。今必死で這い上がってまいりました。ちょっとちょっと顔色が眼色ない。ラリア、ラリアット、ウエスタンラリアットとうとう受けた。今のはまともに入りました。馬場さん、どうでしょう今のウエスタンラリアット。まあ輪島も腕を出しましたからね、はい、まあ、相打ちですけども、さあ這い上がれるか、這い上がれるか輪島。さあ無意識に輪島の方も出しましたね、山田さん。そうですね、あの気力がありますね、はい、しかしぐさり突き刺さっているのはスタンハンセンだ。さあ、わあ、組み技で負けた、組み技で負けました。スモールパッケージホールド、いやびっくりしました。馬場さんがスタンハンセンを破った技で、今度は愛弟子輪島を切って取りましたね、馬場さん。そうですね、やっぱりね、輪島もね、ラリアートやね、はい、そういったものではね、やっぱハンセンは
勝てないという計算はしてたんでしょうね。ですからやっぱりその輪島が食ったことないような技、はい、小技とかね、スピードのある技とかそういったもので狙ってたと思うんですね。12分38秒、最後はエビ固め、スタン・ハンセンが再びベルトを奪ったんでございます。実に1年20日ぶりにこの執念に燃えた PWF ヘビー級のベルトを奪還、泣いています。スタン・ハンセン男泣き。さあそばにはパートナーのテッド・デビアス。これで PWF 認定の世界タッグ、そしてシングルのベルト、また2冠に輝きました。戦い敗れたり、天闘士の男輪島、しかしデビュー8ヶ月の輪島が元世界チャンピオンハンセンにここまで戦えたという事実を高く評価してもらいたいと思います。今度は挑戦者の立場になります。そしてこの実力ならハンセンの今度は世界タッグをも狙えるでしょう。輪島の時代は確実に到来いたしました。天性の才と強烈なプロ意識、これが輪島を支えています。本当に山田さん、いい勝負でしたね。そうですね、まあ、あの結果的にはね、はい、スモールパッケージに敗れたんですが、はい、あのラリアットを食ってからの立ち上がる気力、これは素晴らしいですね。そうですね、馬場さん、まとめてください。スタン・ハンセン再び返り咲きですが、ですからね、まあ、ハンセンが、ね、勝っても、まあ、いいと思うんですよ、でも今日は輪島よく検討しましたね。で検討しましたけども、やっぱりその本人がね、やっぱレスリング技でね決めなきゃいけないですね。やっぱりラリアートでね、自分の左でハンセンを攻めよう倒そうと思っても無理ですからね、はい、やっぱりレスリングを勉強することですね。この横浜でとうとう PWF ヘビー級のニューチャンピオンが誕生しました。その名はスタン・ハンセンです。